ナスの袋に表示された機能性表示食品の文字。高めの血圧が気になる方へとも書かれています。これは県内で冬から6月頃にかけ生産しているナス、高知ナス。高血圧を改善する効果があるとして、去年9月、機能性表示食品として国に認められました。生鮮のナスとしては世界で初めての快挙で、先月から機能を表示し販売しています。JA 高知県は会見を開き、効果や食べ方を PR しました。血圧を改善するのは、高知ナスに多く含まれるコリンエステルという物質です。ナス全体に含まれていて、1日およそ2本を食べるのが目安です。コリンエステルは生でカットすると減ってしまうため、1本をラップでくるみ、電子レンジで1分半加熱してから調理するのがおすすめ。安芸市の女性農家グループ、ナスマダムは、レンチンしたナスに薬味とポン酢と魚のほぐし身をあえた料理を考案しました。いただきます。薬味が効いていてさっぱりした味付けなので、これからの季節こういう調理方法だとたくさん食べられますね。ナスマダムたちはきっとたっぷり食べているのでしょう。そう思うでしょう。いや、案外ね、作るもんは毎日こう触ってるじゃないですか、ナスを。で、あんまり食べんがですよ。実際血圧どうですか？ちょっと高めです。ほんで、食べないかな、ね。JA 高知県は今後、機能性を前面に押し出し、高知ナスの認知度を向上させたいとしています。